こうそのお入れている情報とその今適度に捨てるようになりましたね。はい。そのなんか捨てるようになったその目安みたいなものって何かありますか。あ、目安ね、いいあれですね。あの実践的でいいですよね。例えば、うんうん、短編ですと古文書とかの引用はここ一番で一個だけにしようとしてます。一番に一個ぐらい引用は。うん、短編ですとね、やっぱ60枚から80枚ぐらいですよね。あ、はいはい。どうしても入れたものがあって2つ入れちゃってることもありますけど、うん、あの1話に1編ぐらい、あのここはキーなんで実際にこうだったんだよって訴えたい時とかは ありますから、その時1話に1編ぐらい入れることによって読者の気持ちをちょっとリセットするというか、あ、そういう効果があると思いますね。割とそこら辺をあのシステマチックにやっておられるんですね、こうしてみると。うん、まあそんなシステムっていうことでもないですけど、だからあと甲冑の描写とか入れるじゃないですか、はいはいはい、頻繁に出てくる武将ごとに入れちゃダメなんですよね、あれね。甲冑の描写ね、入れたくなりますけどね。そうなんですよ。